1977年に撮影された笹島駅。国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成笹島駅はかつて愛知県名古屋市中村区にあった日本国有鉄道東海道本線の貨物駅である。電報略号は様。名古屋駅の南側に隣接し営業機ロ上は同一地にある駅であった。 地上駅で、総敷地面積は16万平方メートル。東海道本線、関西本線、中川運河に挟まれた立地に、4面8線のコンテナホームや2面3線の上や付貨物ホーム、仕分け線などが存在した。また、駅の南西側にある、日清製粉名古屋工場への専用線も、付設されていた。東海道本線の本線上にある駅という、扱いながら、 実際は、稲沢駅、笹島駅西名古屋港駅を結ぶ、貨物船からでないと侵入できない構造になっていた。当初名古屋駅では、旅客、貨物の双方を取り扱っており、貨物設備は、駅の両側に分散して配置されていた。また、東海道本線、関西本線、中央本線の集まるターミナル駅として、これらの各線の間で行き来する貨車の入れ替え作業も、 名古屋駅で行っていたため、輸送が増加するにつれて、名古屋駅の作業が逼迫してきた。このため旅客と貨物の分離、旅客用の名古屋駅の高架化が実施されることになった。名古屋地区での貨車の入れ替えは稲沢駅へ移転し、貨物取扱いは名古屋駅南側に関西本線沿いに建設される駅へ移転することになった。この関西本線沿いに建設された貨物駅が 笹島駅である。東海道本線貨物支線の起点としても位置づけられ、長らく名古屋を代表する貨物駅となった。貨物取扱いは陸路のみでなく、新たに改作された中川運河を通じて水上からの貨物の中継点としての役目も担っていた。1929年に第一期工事として4.56号積み下ろし場が、翌年に、 水陸連絡設備と産号積み下ろし場が完成。そして、1937年には、正式に名古屋駅から分離されて、笹島駅となった。しかし、国鉄における貨物輸送の整理に伴い、1986年に実施された国鉄ダイヤ改正に合わせる形で、業務を西名古屋港線の名古屋貨物ターミナル駅に譲り、廃止された。 廃止後の駅跡地は広い敷地を活かして、キルメス名古屋、木下大サーカスなどのイベント会場となったほか、西名古屋高線の旅客化に伴い笹島ライブ駅が設置され、2005年にはデラファンタジアと呼ばれる愛知万博のサテライト会場としても使用された。その後、駅の跡地は笹島ライブ24地区として再開発が進められていた。跡地には、 グローバルゲートが建設された。笹島ライブ駅開業後の歴史の詳細は、同駅の記事を参照。ありがとうございます。